アンドレス・トーマス・プリエト・アルベルトは、スペイン・アリカンテ出身のサッカー選手。バーミンガムシティ FC 所属。ポジションは GK。2008年に、レアル・マドリードのカンテラに入団した。2012年の夏、プレシーズンを行うレアル・マドリード C に招集されたが、C チーム昇格はかなわなかった。2012年以降、フベニール A でずっとプレーしていたが、 2013年4月13日、セグンダ・リビシオンのレクレア・ティー・ボエル・バセンで、プロデビューし、5月に C チームへと昇格した。2014年8月7日、3部であるセグンダ・リビシオン、B の RCD ・ s パニオールのリザーブチームに移籍し、3年の間、レギュラーとして活躍した。2017年7月4日、マラが CF と2年契約を結んだ。 2017年10月21日、FC バルセロナ戦でプリメイラディビシオン初出場を飾る。しかし、シーズンを通して、ロベルトヒメネスのバックアッパーだった。2019年1月29日、ムニレとパベウ・キエシェクの加入により、チーム内での序列が下がり、クラブとの契約を解消した。マラガと契約解除と同日に、CD レガネスに加入した。 しかし、ここでも、イヴァンクエジャルとアンドリー・ルニンに次ぐ、第 3GK としてのタジ1であったため、トップチーム召集はわずか2回だった。2019年7月19日、エスパニョールへと復帰し、2年契約を結んだ。2020年8月28日に、エスパニョールとの契約を解消し、同日にバーミンガムシティ FC と3年契約を結んだ。ありがとうございます。